業界大手ホストクラブグループグループ BJ で2年連続1億円オーバー、2年連続指名本数1200本オーバーなど、数々の輝かしい記録を更新し続ける一人のホストがいる。クラブスターダストヤマト。2023年12月11日豪華絢爛な巨大シャンパンタワー、超高額オーダーが連発した圧巻の一夜が繰り広げられたバースデーイベントに完全密着。今歌舞伎町で最も注目を集める正統派ホストの知られざる魅力に迫る。コアさん、まあいろいろ行きましたけど、まあここに落ち着いてやっぱりうまいなっていうところでコアさん使ってます宣伝すごい自分でも将軍みたいな鎌だなと思いつつ、今まで原色真っ白金とかそういうのが多かったりしたので、こういう紺色はいいかなと。いや本当は袴着るか迷ったんですよ。なんでかっていうと、キュンを奏でる TV チャンネルで歌とかも発表してるんですけど、それが Apple Music とか Spotify でもやってるんですけど、それも全部歌ったろうかなと思ったんです、バースデーで。TikTok にすごいパーソン。あ、そうですね。TikTok がカバーソング結構出してた時に、なんか意外と伸びて。すごい歌が上手いホストですね。その方向性でちょっと売り出し中です。だからもし今年も1億売ったら、表彰式で、まあ、500人ぐらいの前でライブしたろうかなって思ってる。出身はもう博多っすよ、福岡ですよ。小学生の時は友達と野球したりサッカーしたり、それでいうと今大谷翔平選手の話題でつきっきりなんですけど、僕もずっと野球選手目指してやってたんで、でもホストとかも全然考えてなかったですし、ホスト歴は4年2ヶ月で5年目っす。もう終わっちゃったんですけど、なんか20代で何を成し遂げられるかみたいな、どこに時間とお金を投資するかっていうとか、かっこよく夜になれる仕事で、まあ、トレンドに乗れる仕事 で個人が頑張った分だけやっぱこうどんどん成長して進化して、で得られるものも多くてみたいなってなると、選択肢の中ではもうこれでした。2019年の10月からなんで27になる年で始めました、フルスワガイズで。当時未経験から1億一番売ってるお店みたいな、1億円もいたし3億円もいたし、1億7年連続とかいたし、びっくりしたのもありましたけど、意外と喋ってみるとすごいいい人たちが多かったから、ここでどれだけできるんだろうっていう魅力を感じて入りました。友達がまだいるんですけど、系列に、まあ、ガイズに内勤者でいるレンアドバイザーレン君が、で彼がご飯食べたんですよ。そしたら、俺ホスト始めたんだよねって言われて、でもすごいリクルートスーツみたいな単発だったんで、就活相談受けんのかなみたいなかなと思ったんですけど、いや俺ホスト始めたんだよねみたいな、あそうなんだで終わったんですけど、1週間後ぐらいにはもう退院に行ってましたね。いやもう不安とかないですね最後はノリじゃないですか、やっぱやるときって。僕的には気になったら行ってみて経験してどうだったかっていう自分の感覚を信じてきたので、まあやってみて結果良かったのもあるんですけど、その時の感覚も間違ってなかったなと思います。不安とかはないです。なんかみんなキラキラしてんなみたいな感じでした。挫折ね、なんか最初の方なかったですね、正直。挫折を挫折に多分感じなかった麻痺してましたね、感覚が。もうとにかく毎日楽しくて上しか見てなかった。宮田いつも通りですか。宮田いつも通りでお願いします。最初1ヶ月目2、3万とかもう見た目ホストじゃなかったです、僕。もうヒゲ生えてましたもん最初色黒くてヒゲ生えてて、ちょっとマジ恥ずかしいんですけど、数珠とかつけた時ありましたで髪上げてたんで短髪で、どこの営業マンみたいな感じだったと思いますね。なんかちょうどヒゲダンとかも流行ってたし、登場曲ヒゲダンでそのままヒゲ生やして行ったろうみたいな思ってたんですけど、当時の売れてる先輩の上司のお客様にそれじゃ売れないよって言われて、翌日には来てましたね。多分ナンバー入ったのは4ヶ月目5ヶ月目ぐらいでした。まあ頑張った方かもしれないですけど、ヒゲダンからしたら当時で月間1億とか売ってたんで、すごかったな。でいい景色見たなと思いましたね、一緒に。やっぱナンバーワン僕ガイズ時代1回も取ってないんですよ、実は。一番上3億売ってたんで、何だったら勝てるんだなと思って必死に模索した結果、指名本数という指名の数で勝負しました。
最高は月で言うと月間で156、年間で言うと1427とか、そんな感じだった。2年目の記録なんで、それが結構一番良かったかなと。今僕が思う感じで言うと、いやもうお店が良かったですね。結構助けられてたなっていう。毎日運動会ぐらい駆け回ってました。でも多い時で10択とか来てました。もちろんイケイケでした、もう俺。初めて1000万売ったのが1年半ぐらい。常にフル稼働みたいな感じなんで。それこそ運動会一年中してる感覚なんで、だいぶ大変ですよね。100で。まあ、今だからあれ言えますけど、1年4、5ヶ月ぐらいまでは150から200ぐらいでしたね、ずっと。2回目の僕のバースデーで500万ぐらい売れて、でそこからこうなんか勢いがついたっていう。この髪型言ってますけど大丈夫ですか？めっちゃ真面目な感じですよ。そうっすねと思って、いつも以上に腫れてる。これサザエさんみたいな。これサムネにしますか？生放置したらいいですか？まあまあこれでいこうかな。最初撮影してもらったのは JKC の時が、キャリアが1年未満とかそこら辺の子たちで1ヶ月間レースするっていう。でもその時ちょっと掘り起こさないでほしいです。もう髪型違うし。もう早いですね。1月なんで1年間ですね。もう人数が急激に増えて、2店舗がもっと大きくなるためにガッチャンコして、でそこからこう、まあ、1年間ちょっと勢いがあるお店って言われてますけど、やっぱみんな若いですね。若い子が多い。結構ノリがいいというかフレッシュな感じ、楽しいです。まあ何個か自分の中ではターニングポイントってあるんですけど、まあ一番大きかったのはやっぱり初めて1000万を売る前後ぐらいだったので、1年5ヶ月6ヶ月ぐらい、やっぱりこう自分が一番いい男になりたいっていう、そういうギラギラ感は結構強かったので。タイガ、撮影ですね。うちのスターダストのタイガです。今日はいっぱい飲んでください。今からもうちょっと僕の肝臓のね、僕も楽しみに、はい、楽しみにしてください。やっぱあいつ明るいですね。タイガさんのバースデーイベントの時に管轄で1本だけね。あ、そうですね。それやったりとか、まあ、タワーしたりとか。結構彼は お店の貢献度というかすごく高くて、まあ、信頼してる一人ですね、僕にとっては。名前の由来ですか？まあやっぱり男らしいじゃないですか。ヤマト日本男児みたいな感じでっていうのがありますね。まああとは本来の自分のこう名前に近い部分があるので、まああと3文字ってやっぱ覚えやすいですよね。やっぱりこう一番目標に対して愚直だったりとか、まあなんか刺激的な部分とかですかね。このまんまなんですよね、僕結構。ちなみに本日のバースデーイベントはガイズさんで、あ、そうです、フルスのガイズの箱でやらせていただきます。やっぱこう期待を込めるというか、自分のバースデーを大きくやりたいっていうところと、あと2日間やるので、そう、それが大きいですね。ついてきてもう1年8ヶ月ぐらい、自分のバースデーイベント9月になったんですけど、その時はお客様を呼べなくて落ちちゃっていう状態だったんですけど、それでも励ましてくれたりとか、常にサポートしてくださるし、背中を押してくれるんで、温かい言葉をくれるっていうのがすごく印象があります。こういうタワーとか見て自分もできるようになりたいなと思えるような心境ですね、今は。超いい感じです。バースデーイベントのコンセプトはやっぱキュンを奏でる、キュンを奏でていこうかなと思ってます。内装かわいい、キュン奏でてる。次回バースデーイベントの営業中に完全密着、指名殺到、万卓の店内で超高額オーダーが連発した圧巻の一夜の全貌に迫る。